オーナーこんにちは。今日はですね、藤枝 MyFC に斉藤俊秀、選手が J プレイヤーズの役員兼、藤枝 MyFC のヘッドコーチ兼選手として、合流してくれることになりましたので、釜本さん含めてざっくばらんに対談などをしていきたいと思います。まあ、藤枝 MyFC の今後であったりとか、藤枝についてであったりとか、あるいは監督論であったりとか、今後どういった選手が欲しいかとか、そういうことも含めていろいろとお話しできればなと思っています。よろしくお願いします。かもさん、すみません。そしたら早速なんですけれども、斉藤俊さんがヘッドコーチとして兼選手として、それから僕としてはもちろんオーナー次第なんですけれども、かもさんが有料化までの暫定の、監督ということをしていただけるということの後ですね、に監督候補としてということで来てくれることになったんですけども、先ほど鴨さんお前の口車に乗せられてると言ってましたけど、そこいやいや、そんなことないけど、ね、非常にそれは藤枝マイ FC にとってはね、はい、心強いことだというぐらいに思いますよ。やっぱり何と言っても、去年までJリーグの現場でバリバリやった選手がね、はい、J2 へ行くだとか、それからまあ J2 の中でだとか、またある意味では JFL にやるだとかっていうことじゃなくて、本当の静岡県の一部リーグのねチームで采配を取りながら、またプレイヤーとしてねやってくれるっていうことが、そのチームもある面では非常に充実していくんじゃないかというふうに思いますね。うんうん、はい、そうですよね。ここは、トシさんとしても結構な決断だったと思って、僕はすごく、トシさんが、湘南から離れて、それで押したのが2ヶ月ほど前でして、で、僕の中で現場として選手たちを引っ張れて、それから地域に対して、しっかりとした信頼感であったり、着実な、鴨本さんは月に2、3回程度ということだったんですけれども、毎度いてっていう、一番日本のサッカー界で適任なのは誰かなって考えたときに、斉藤俊さんしか思い浮かばなかったんですけれども、でまさか来てくれるとは思わなかったんですけど、ずっと毎回話をしつつ、そうしたときに鴨本さんが協力してくれるって言った時もすぐトシさんに報告して、そんな流れで実は鴨さんの家で寝てた泊まらせてもらった時に、夜中にトシさんに鴨さんが協力してくれること決まりましたってメールしたんですよね。そう、まあ本当にね、彼自身がエスパルスにおる時からプレイヤーは見てるしね、はい、早稲田の後輩だっていうようなこともあるし、将来、当時代表に入ったり出たり入ったりかな、はい、中で日本をのチームっていうものを引っ張っていく人だなって、僕はそういうある面では思った。ただなんかちょっと足らない部分があったんでしょう。それはそれとしてね、やっぱり日本のサッカーをここまでずっと第一線でやってきたっていう、私もプレイングマネージャーっていうようになったのは33の時からですよね。監督を引き受けて、代表を離れて、ヤンマーで監督兼選手というようなプレイヤーとしてやりだしたのが33かな。それはチームを作っていく笛を持ってるっていうのは強いからね。ピッと鳴らしたらいけってそれは楽しみですよ。ピッと鳴らされて走らされてるばっかりじゃなくて、今度は笛を持つんだからね。いい笛あげますよ。お願いします。本当です。そう、多分そういうことをしたくて入ってくると思います。それはあれですけど、どうしたらどうですか。そうですね、その結論を出すのには割と自分の中では難しくなかったのかな。そうなんですね。ただ当然その今まで、ね、所属していたところとか、その今までの
まあ、人生その、まあ、成り立ちとかそういうものを含めてその整理していくところの方がちょっと難しかったな、うん、やっぱり選手としてもう現場でやれる、うん、それは別にどのカテゴリーでも現場でやれる、もっと言えば指導もできるってこと、こんな、なんですかね、外で体を動かしながらお仕事ができるっていうのは本当それは一番サッカー選手、うん、サッカーに携わる人たちにとって素晴らしいことですから、うん、まあ、それを用意していただいたってことがもう僕はすごい嬉しかったですし、うん、でさらに言えばその世界の貨物さん、もう日本の貨物さんがもう監督に就任されたっていうところでよりこう自分の中でもこう説得力がついたというか、だからやっぱりそういうのってすごく、うん、今までの人生でも、まあ、大事でしたし、でもっと言えばさっき上川さんもおっしゃってましたけど、やっぱり自分は今まで割と、まあ、性格的にも何ですかね、そんなに、まあもちろん選手としてはチャレンジはしてきたつもりですけど、うん、まあある程度普通に来たような感じではあったんですけど、やっぱり挑戦、本当の挑戦っていうのは今回初めてかなと、まあ、もちろん J2 に行くことも挑戦でしたけど、ただそれはまあ一つ分かりきったサイクルの中での挑戦であって、いろんなパイオニアがいた人の中で後がついてくるってことでしたけど、まあ、一つまたこういうことをこうやらせていただけることで、そのまた下の世代にもこう、ね、こういう生き方っていうものを示すこともできるのかなって、だからそういう使命を持ってやれるということがすごく今誇りでもあるし、だからすごく何ですかね、そのネガティブな意味は全くなく、その決断するにもまあ本当に結論は本当はね出しやすかったんだけど、ちょっとまあ時間かかってしまった。ただあまあ強いて言えばそれどうかなと思います。ああ、なるほど。僕はトシさんで、その僕がこのクラブをやるにあたって、やっぱりインターネットの力っていうのがこれ新しいなと思って、イギリスで3万人のインターネットユーザーが投票で全部決めて1人、まあ、5000から7000円払ってっていうやり方がちょうど今この不景気の時代というか非常に経済危機の時代にものすごく明るい話だなと思って、そうした時にインターネットっていうのとリアルの現場っていうのを上手に中間地点で支えていく人が、それ能力がないとそれは厳しいなと思っていて、そういった時にものすごくリアルの現場を知っているトシさんであり、それでいて日本で僕はナンバーワンのクレバーな選手だと、コモさんも先ほどおっしゃってくれてましたけど、そういった最適なところですごくいい、まあ、藤枝とこの地域にとってはすごくいい答えというか、結果になっている、まあ、まだこれからですけど、まあ出身地やろうね。いや、ここは出身地違うかな、清水ですかね。はい、あ、なんか清水。はい、まあでも何言ったら言ったら、そうですね